アングレーム国際漫画祭2013。街全体がバンドデシネ一式となるアングレーム国際漫画祭はヨーロッパ最大級のバンドデシネのイベントである。1974年よりフランスアングレーム市が開催している。フランスで最も古い漫画関連のイベントであり、漫画界におけるカンヌとも言われている。世界各国から 出版社やアーティストが参加する毎年1月末に開催され3日間から4日間の開催期間中に20万人以上を動員する。ヨーロッパの漫画関連の祭典としてはイタリアのルッカで開かれているルッカコミックスゲームズと並ぶ規模を持つ。会期中に優れたバンドデシネ作品に対し最優秀作品賞以下各部門ごとの表彰が行われる。 またバンドデシネの発展に寄与した作家一人がグランプリに選ばれる。この漫画祭の表彰はフランス語圏で出版される。バンドデシネと呼ばれる作品のみが対象となるが、日本の漫画など外国の作品でもフランス語にて翻訳。出版された作品はノミネートの権利を有する。外国作品のノミネートや受賞も少なくない。 2016年度のアングレームで表彰を受ける大友、勝博とバンドデシネ作家のエルマンこの漫画祭の表彰は主にバンドデシネを対象にしていたが日本の漫画作品の紹介が進んだことにより2000年頃より日本の翻訳作品のノミネートが増えている2007年には水木しげるが日本人で初めて最高賞である最優秀作品賞を受賞2015年には 大友勝弘が初のグランプリを受賞している。ありがとうございます。